毎度ネギ前です。はい、というわけで先日ね、視聴者さんおすすめの作品を買って、今回は読んでたけどまだ紹介できてなかった作品とか、最新刊をね最近発売されたりとかっていう作品もあるので、今日はね私が普通に気になって買ってたとか読んでた漫画を紹介しようと思います。ということで、まず一つ目が一度は彼女になってみたいの3巻です。これ今年の初めぐらいに、あ、この先生の作品久々に見たと思って 1,2 巻ね、もう発売されてて買って、それも多分動画でね紹介したと思うんですけど、それの3巻がちょっと前に発売されてて、それをねちょっと見逃してたので最近ようやく買って読みました。このね作者さんが、私ね学生時代にすごい好きで読んでたコスプレアニマルっていう作品があるんですよ。それもね今完結してて、で少女漫画なんですけど、まあちょっと刺激のある部分があったりとかで、この先生のそのテンポ感が結構ね、この先生の世界観があって、そこがね私すごい好きで、だからぜひねあのコスプレアニマルも読んでみてほしいんですけど、その先生の今連載されてる作品、これはね高校生のこの男の子と、あと2歳年上のヒロインの女の人がいて、でこの今回のこの3巻ではその主人公のセリちゃんの20歳の誕生日をお祝いするっていうデートがね描かれてます。高校生でこんな豪華なお祝いするかっていうようなのがあるんですけど、でもやっぱり20歳だからね、すごいいいお祝いにしたいじゃないですか。この子がすっごい可愛い顔してるんですけど、まぁ、ちょっと腹黒い部分とかがあって、そういうのが私すごい好きでね、この子はこの子でね有名人なんですけど、この子とこの男の子の絡みとか、あとセリちゃん主人公の絡みがあったりとかで、そこがねなんか嫉妬の部分とかも描かれてるので、すごい可愛かったなって思います。恋愛がちょっとあんまりいまいち分かってないっていうようなヒロインの女の子と、あとこの子がすごい純粋そうに見えてグイグイ来るんですよ。そこが 1,2 巻でね描かれてて可愛かった、かっこよかったです。私個人的にはなんか現実的には年上の方の方が好みだなっていう理想はねあるんですけど、こういうの見ると年下もめっちゃ可愛いなっていう。で次が日向のブルーっていうね、この今3巻まで発売されて、これ多分ね 1,2 巻紹介し損ねてたと思います。でこの3巻がつい最近発売されました。この表紙がねすごいちょっとパステル風調っていうか、まあ3巻ちょっとねまたちょっとだけデザインが変わってね新しい雰囲気なんですけど、これもめちゃくちゃ可愛くて、この作品も結構有名なんでね、皆さん知ってる方多いんじゃないかなと思います。まあ卒業式とかそういう大事な式の時は制服が決まってるんですけど、基本的に私服でいいんですよ。で高校でね結構自由なところで、でその会長さんがこの人なんですけど、この人が結構ね生徒会長さんだけど、ゆるい、ほんとおっとりマイペースっていう感じの人。この人自体はすごいゆるいんですけど、副会長さんはメガネをかけてもビシッとした、その人の方が生徒会長らしさ見た目はねあるんですけど、その人がいるからまあ成り立ってる部分もありつつ、この子もねなんかボケっとしてそうで、人の悩みとかもしっかりとこう解決させてあげるようなアドバイスをしたりとか仕事ができたりして、めちゃくちゃね頼りになる先輩なんですよ。この女の子は昔から友達とかはいるんですけど、ずっと一緒の、 あの男の子と女の子の3人グループでいて、でヒロインのこの女の子だけが入学して、この2人男の子と女の子はカップルになって、この子たちはまた別の高校行ってるんですよ。今までずっとこの3人でいたから、この子はね友達の作り方とかもわからなくて、メモとかこういう風に話しかける挨拶するっていうのを書いてて、空回ってるんですよ。すごい努力家なんですけど空回ってて、だから最初の数ヶ月とかは友達いなくて浮いた状態なんですよ。のんびりと落ち着いて見れるけど、なんかこの生徒会長さんおっとりだけどすごいしっかりしてるから、そのギャップがいいとかっていうキュンがねあります。そして次、元さやっていう作品なんですけど、これはね私最近紹介した身に余る彼氏っていうね作品があって、その作品はまだ続いてるんですけど、その作者さんの作品です。この作品はね 1,2 巻でもう完結してるお話です。これはねもうタイトルでわかるんですけど、この2人が過去に付き合ってたんですけど、まあ別れちゃって、でその別れたきっかけがいい感じでこの2人がこう付き合ったかと思いきや、この子が賭けをしてたんですよ。でそれにえってなって、まあもちろんなるんですけど、それで別れちゃって、でしばらくこう会ってない間、中学の時に付き合ってて、高校生になって数年後に、まあ、この子が彼氏できるっていうか、まあ、合コンみたいな感じでね、高校生なんですけど女の子と男の子が集まって、その場にいたんですよこの男の子が。でその別れたのが
賭けをしてただけで別れたんじゃなくて、賭けが原因なんですけど、お前のことなんか好きになるやつはいないみたいなことをね言うんですよ、この子に。その中学生で別れる時に、中学生怖って思うんですけど、まあ、そういうねひどい別れ方をして、でそれ以来その自分のことを好きになってくれる人いないってこういう洗脳みたいな感じ、自分の頭の中にずっとそれがあって、で好きな人できていい感じになっても、なんか歯に青のりがついてるって言って、そういうところだけで振られたりとか、道端にバナナの皮が置いてあって、それで滑ってドンキーコングって言って笑われて振られちゃったりっていう、なんか結構その一瞬の出来事で冷められて振られちゃうっていうことがね多くなるんですよ、その中学生で。この別れて以来、恋愛自体はして好きな人ができてもあんまりいい結果にはならないっていうのが続いてた時に、高校生でその合コンみたいなのね集まった時に出会って、その時も意地悪なこと言うんですけど、またこれもね少女漫画だなって思うのが、やっぱり好きな子のことをいじめるっていう、小学生みたいなことをこの高校生にもなって今もねしちゃうんですけど、まあ、それも理由がねちゃんと分かって、それをこの女の子にも伝えてあげたりとか、やっぱりこの先生のね作品すごい、その身に余る彼氏で面白いなと思った。私この先生の作品ねすごい好きです。で続いてがこちら、これはね今日紹介する中でも本当一番少女漫画らしさっていうか、もう少女漫画代表っていう感じ。これはね1冊で終わるんですけど、その中に4つのエピソードが書かれてます。この作品はね1つの学校で4人組ですごい有名な男の子たちがいるんですよ。みんな可愛かったりイケメンだったりとかで、でその、まあ、同じ学校で付き合う人たちもいれば、違う学校とか学年が違ったりとかっていうので、まあ、それぞれの出会いがあるんですけど、その4人の男の子たちの1つずつのエピソード、それがね全部この1冊に書かれてるのですごい読みやすくて、本当にもう少女漫画を代表したところを詰め込んだっていう感じ。王道ではあるんですけど、その王道だからこそ、そのキュンとするとかキュンってしたいっていう方にねぜひとも読んでもらいたい。この天宮先生の絵がすごい好きでね、ツイッター、インスタとかで結構イラストを見たりとかしてるんですよ。女の子も可愛いし、男の子もとにかくイケメン。そして今回紹介する少女漫画最後の作品がマリッジパープルっていう作品、これがね今3巻まで発売されてます。中高一貫の学校に通うことになった女の子で、高校から入学してきたんですよ、この主人公の女の子が。相手となる男の子とは小学校とか昔一緒だったんですけど、その中学の3年間だけは違うところにね通ってたから出会ってなくて、でその男の子に対してすっごい苦手意識がねこの女の子あるんですよ、ちょっかいをかけられてたから。なのにその高校に入って1ヶ月も経っちゃってるのに、それまで気づかなかったのに、その意地悪をしてたこのねイケメンなこの男の子、この人とね3年ぶりに会うんですよ。で何かと絡んでくるなってこうちょっと気には留めてたんですけど、うわーって考えてる時に話をされて、もう頭の中が混乱してるから返事を適当にしちゃうんですよ。でサインして、でそのサインしたのが実は婚姻届でっていう、それがねすごい面白い展開で、その婚姻届をその男の子が結婚できる年になったら叶えるのか、それか高校の3年間は我慢して俺の手伝いとかをしてもらうとか、その二択みたいな感じで迫られて、で我慢してこの3年間手伝う方をね頑張るんですよ。途中でその婚姻届をこう返してもらえそうな展開があったりとかもするんですけど、なんだかんだこの女の子も苦手と言いつつも自分から克服していこう、この男の子と接することがね大丈夫になれるように頑張ったりとか、この子はこの子でねめっちゃもう好きなんですよ。そこら辺がねすごい可愛くて、で絵がとにかくね可愛かった。これめちゃくちゃ可愛いんですよ。中のイラストももちろんめっちゃ可愛くて、生徒会長さんなんですよ。生徒会長さん系のお話って結構少女漫画で多いけど、どれもすごい可愛いじゃないですか。4巻がもうそろそろ発売されるのかな、今のところはね3巻なので、すぐ気になった方はねまだ間に合うと思います。というわけで今回はねこちらの5作品を紹介させていただきました。まあ、やっぱ大人になってくると少女漫画ってこんなこと学生時代起こり得ないとかいう風に思うことはあるんですけど、でもそれは少女漫画だからその世界観なんでね、逆にもうそこでキュンを得ようと思って、現実でキュンを受ける機会がないので、少女漫画とか BL とかいろいろねジャンルがあるんですけど、そこら辺でキュンを補ってます。今回もね、また楽天ルームとかに更新しておくので、気になった作品があればぜひ読んでみてください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。毎度ー。